京都に来て5年間だけ和食修行したら、僕はあの田舎は岐阜県出身なんですけど、まあ、岐阜県に戻ってあの自分のお店を開きたいなと思ってたんですけど、ちょうど5年経ったタイミングの時にあの大原に里の駅っていう野菜の直売所ができたりとか、まあ、僕と同世代の、新規就農者が大原に入ってきて農業を始めるっていうタイミングだったんですね。でその時に、まあ、僕はずっと料理の仕事してましたけど、自分で野菜を作るとかっていうことは全く想像もしたことなかったんですけど、まあ、その5年経ったタイミングの時にあの、まあ、妻の、まあ、義理のお母さんから あんたも農業せえへんかっていうことで、あのちょっと声かけられて、でその時にちょっと真剣にこう農業もやってみたら面白いのかなっていう思いから、まずあの農業を始めるあのことになったんですけど、でひとまずあの僕が農業する目的としては、将来自分でお店をやった時に自分のお店で使う材料とか、まあ、野菜は自分で作りたいなっていう思いからの、農業のスタートだったんですけど、で農業をしていくうちにやっぱりあの、まあ、あのすぐに結果は出なくてですね、そこがまたちょっと面白いところでもあったり、で周りのその新規就農者も、まあ、同世代ということでいろいろ情報交換しながら、みんなこう一緒に切磋琢磨しながらあの野菜作りしてきたんですけど、その時にまあどちらかというと野菜作るだけではまあ収入も少なくて食べていけないということで、まあゆくゆく自分の地元に戻ってやる予定だったお店をまず大原であの始めようかっていう気持ちが高まりまして、でまあ僕自身はあのまあ中華から始まって、中華イタリアンで京都来て和食とか、まあ、いろんなことを幅広く修行してきたので、じゃ あ何屋さんをやろうかなっていう思いに至った時に、あの、まあ、大原っていうのはあの観光地ですので、まあ、シーズンにはいろんなところから大原あの訪ねてこられるんですけど、まあ、せっかく大原来てもらったら大原のものを食べてもらいたいなということで、まあ、自分で作った野菜と、でお米作りもしてましたので、自分で作ったお米と、であと大原のいろんなまあ、里山ならではの食材を使って、まあ、このお店を始めようかなと思ったのがあの最初の、まあ、動機というか、まあ、そういうお店にしたいなと思って始めたのが、もう10年前になりますね。そうですね、大原はまずあの立地的にあの、まあ、盆地ですので、まあ、寒暖の差が、まあ、あるっていうことと、まあ、昔からのやっぱ大原の野菜は美味しいということで、結構あのまあ、町場の料理人さんなんかも買いに来られてたみたいなんですけど、ちょうどその里の駅ができてから、より、まあ、大原に来る目的がその、今まではあの寂光院とか三千院を参拝するっていう目的で来られてた方以外に、大原に野菜を買いにあの来られるっていう方が、まあ、増えてきた中で、まあ、僕たち農薬化学肥料を使わないで野菜を作り始めたんですけど、その自分もずっと、まあ調理経験の中で、野菜っていうのはあの基本的には八百屋さんに注文してお店に持ってきてもらうっていう、まあ、ほとんど自分の中では野菜ってそういうものだったんですけど、自分で種をまいて、そこからあの野菜を作って、でそれをまあ完成して初めてまな板で包丁を入れたその瞬間に、もう今まで扱ってきた野菜とは全然違うそのみずみずしさと、で口にした時もその生で食べた時の感動っていうんですかね、それがその、まあ、大原だからというのもあるかもしれないんですけど、まずその誰が作ったか、まあ、顔の見える野菜っていう、それとその、まあ、自分が作ったっていう思いもありますけど、調理場と畑の距離がすごい近いっていうところが、まあ、僕の中ではその野菜の美味しさに目覚めるきっかけだったというか、でやっぱりあの最初から上手に作れるっていうことはなかなかなかったんですけど、あの周りにいろいろお年寄りの方とかにいろいろアドバイスもらったりとか、あの昔から大原で野菜作ってこられた方にいろんなお話を聞いたりとかすることで、だん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 その大原の自然のリズムの中でどうやって野菜を作っていくかっていうのを、まあ、身につけていったというか、なのであの上手にできるものもあればなかなかうまくできないものもあるんですけど、それもこの10年間の中でなんとなくこう、精査されてこう
残るものは残ってきたっていう感じになりますね。まず最初に僕が大原に来て最初に食べて一番感動した野菜っていうのは義理の母が作った大根だったんですね。でその大根っていうのはもう料理をしていればごくごく一般的な食材なんですけど、その大根がもう全然ものが違ったっていうのが最初にすごく強いインパクトを受けた野菜だったんです。で自分もこうお母さんのように美味しい大根をやっぱ作りたいなって思ったのがもうほとんどこの農業を始めたきっかけでもあったので、それからもうずっと大根は毎年作り続けてるんですけど、なので夏野菜冬野菜いろいろあるんですけど、特に冬野菜の中でも大根に関してはなんか僕まあ一番作るのも食べるのも好きかなっていう、それとやっぱ大原の大根って美味しいんじゃないかなっていうのはすごく強く感じますね。やっぱこの大原のその気候にすごく合ってるのかなっていう、まあ、土の質的にもですね、なんかその大根に適してるのかなっていう、まあでも他の産地で、まあ、他の場所で僕は大根を作ったことがないのでちょっとわからないですけど、でもこのまあみずみずしさとかでこうぐっと大きく育つ姿とか見てると、まあ、大原の気候に合ってるのかなっていう感じはすごくしますね。はい。まあ、料理にするときはなるべく僕の場合はまあ、たくさんの種類の野菜を食べてもらいたいっていう気持ちがまず最初にあるんですけど、基本的には、その時、まあ、自分が畑で作ってたり周りの生産者が畑で作ってるものの中で一番美味しく仕上がってそうなものというか、まあ、いわゆる旬のものですねを中心に食べてもらおうということと、なるべくそのシンプルに調理して、まあ、その野菜自体の味を、まあ、分かってもらえるようにというか、それをなるべく心がけるようにしてるんですけど、野菜って僕野菜だけ食べても確かに美味しいんですけど、その野菜にちょっと、まあ、油が入ったりとか、まあ、動物性のものと一緒に食べたりすることでより野菜の味が引き立つっていう、まあ、感覚があるので、その辺もなるべくこう意識して、それ単体でただこうサラダで生で食べてもらうのも美味しさを分かってもらう上では大事なんですけども、ちょっと何ですかね、他の要素と組み合わせてその野菜の味を引き立てるような調理をなるべく心がけています。まあ、当店は、建物自体は築140年という古い建物で、まあ、お店をやらせてもらってまして、なかなかこういった古民家に、まあ、見たりとか実際そこに座って食事をする機会というのはなかなかないと思うんですけども、まあ、うちではそういった建物で気楽にお食事していただけるのと、あと、まあ、大原のまあ、魅力を食材、まあ、特に野菜とかお米、あとはそうですね、大原の食材を中心にお料理を食べていただくことで感じてもらうっていうことを、まあ、心がけてますので、本当に気楽に来ていただけたらなと思います。